リッカルドスカマルチョは、イタリアの俳優。1979年に、イタリアのプッテラ・ダシュバルレッタ・アンドリア・トラーニ県の県と、トラーニで生まれる。反抗的で、よしにくい少年だったが、1990年代後半に、ローマに移り、イタリア国立映画実験センターで演技を学ぶと、2001年に、テレビドラマでデビューする。2003年、マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督の、 輝ける青春に出演して注目される。2005年、ダビッド・ディ・ドナテッド賞を7部門で受賞した、野良犬たちの起手に出演。また、テキサスと、ルオモ・ペルフェットで、イタリア記者賞助演団優賞に、初めてノミネートされ、若手演技ハスターの地位を確立する。2007年、モニカ・ベルッチの恋愛マニュアルで2度目となる、イタリア記者賞助演団優賞にノミネートされ、 ダニエル・ルケッキ監督のマイ・ブラザーでは、ダビッド・ディドナテド助演団優勝に初めてノミネートされる。2009年、ベネツィア国際映画祭正式出品作品、イル・グランデ・ソーニョでパシネッキ賞特別表彰を受賞。2010年の映画、タのパスタは、アルデンテとラ・プリマリーネでイタリア記者賞主演団優勝に初ノミネート。2012年の映画、 ローマでアモーレで3度目となる、イタリア記者賞助演団優勝にノミネート。2015年の映画、ネススのシサルバダソロで、ダビッド・ディドナテロ主演団優勝に初、ノミネート、イタリア記者賞主演団優勝に2度目のノミネート。2015年の映画、ダプリマ・ルーチェと2016年の映画、ペリー・クレイ・イルネロで、イタリア記者賞主演団優勝に3度目のノミネート。 2018年の映画、ローロ欲望のイタリアで、イタリア記者賞助演男優賞を4度目のノミネートで、初受賞。同年の映画、幸せな感じで、ダビッド・ディドナテロ主演男優賞に2度目のノミネート、また同作と、インビジブル・ウィットネス見えない目撃者、ザ・ルースレスとあるマフィアの転落人生の3作品で、イタリア記者賞主演男優賞に4度目のノミネート。 バレリア・ゴリノと2006年4月に婚約したほか、女優、ラウラ・キアッティなどとの交際も知られている。2018年頃から、イギリス人のマネージャー、アンハラド・ウッドと交際し、2020年には二人の間に女児が生まれている。ありがとうございます。